こんにちは、パパコです。今日も、前回に続きまして、痛くて起き上がれないような、ぎっくり腰を予防するために、1日たった30秒できる習慣、まあ予防する方法ですかね。それを、お話したいと思います。前も言ったんですけれども、私3年ほど前に、ぎっくり腰になってしまって、で、さらにその2年前、今から言うと、5年ほど前にもぎっくり腰を2回しているんですね。で、そのぎっくり腰、ね、2回してしまって、で、毎回、1回になってしまうと、1週間ぐらいはなかなか起き上がれない、まあ、ほとんど寝たきりみたいな生活になってしまって、これをもうどうかしてならないようにしたいっていうふうに考えて、今、毎日やってる習慣があるんですけれども、前回はですね、毎日、真珠貝のポーズというヨガのポーズがあるんですけれども、足をこう、足の裏と裏を合わせて、そこ、まあ、座った状態になるんですけども、そこに、その足の裏と裏を合わせたかかとに向かって、頭を倒す。で、手をですね、手のひらを上に向けて、足の下に入れて、で、頭の、まあ、おでこですね。おでこを、かかとに向けて倒していくっていう、という、真珠貝のポーズっていうのを紹介したんですが、この他にもう一つやっているのがあるんです。それが、倒立なんです。その倒立といっても、まあ、私、器用ではないので、逆立ちで歩いたりっていうことはじゃなくて、そこまではしなくていいんですけれども、壁に向かってですね、逆立ちをしてほしいんです。そこの時手は伸ばして、ちょっと壁から、そうですね、壁から1.5メーターぐらいかな、離れたとこ、1.5 メーター、ちょっと人によりそれぞれなんですけども、倒れてしまわないところに、手をついて、思いっきりこう、ね、足を蹴り上げて、足が、こう壁につくように、まあ、そこら辺ちょっといろいろ調整してもらいたいなと思うんですけれども、倒れてしまわないように、ちょっと最初、近めからやってて、で、まあ、ある程度、いい位置を、探ってもらえたらいいかなと思うんですけれども、これはですね、手を伸ばして、壁に向かって逆立ちをする。実はね、これだけでだいぶ、背中が伸びて、このぎっくり腰の予防になっていると私の中では思っています。で、昨日言った、真珠貝のポーズは、まあ、どちらかというと、前の方、背中というか、体を前の方へ倒す、運動だったんですけども、この場合は、今日、お話ししている逆立ちは、まあ、真上というよりも、若干、背中側に反る体勢になると思うんです。まあ、やっていただいたらわかるかなと思うんですけれども、少し足が、頭周りも前に出るので、背中側に体がね、反った状態になるんです。で、この前側に、倒すポーズと、後ろ側に、反らす、倒立と、二つやることによって、バランスのいい、背筋といいますか、ぎっくり腰が、になりにくいような、こう、姿勢に、が、こう、毎日毎日整えられてるんじゃないかな、っていうふうに思っています。で、これが、そうですね。まあ、これも、内容、まあ、人により合わせてほしいかなと思うんですけども、最初、辛かったら、30秒、ただ、倒立しているだけでも、全然違います。今までね、特に今の、座った状態が多い、生活してる方は、どうしても体が前かがみと言いますか、猫背気味になってるので、背形するだけでも、普段、背中が伸びてないなっていうことが十分実感できると思います。で、それを、最初はその、背中を伸ばす、逆立ちをするというだけを目的にやってもらったらいいかなと思うんですけども、慣れてきたら、ちょっと普段使っていない、腕の筋肉とかですね、肩の周りの筋肉をほぐすためにも、腕立てを軽く、軽くですよ。深くやると戻れなくなっちゃう場合があるので、軽く腕立て伏せを、
取り入れると、私の中ではだいぶ、頭の周りとかですね、体の、体の内は、肩の周りの血行が良くなって、そこら辺でも、ちょっと、肩こりも少しマシになったりっていうこともあります。なので、とりあえずは、倒立、逆立ちを壁に向かってやる。もし余裕があれば、ちょっと腕立て伏せを、逆立ちのしたまま、腕を軽く曲げて伸ばす、軽く曲げて伸ばすっていうことをしてもらったら、いいかなと思っております。これで、そうですね、もう3年ぐらい、最後にぎっくり腰をしてから3年ぐらい経つんですけれども、今のところ、腰にそんなに大きな痛みはないので、だいぶ、マシになってきたんじゃないかなっていうふうに考えてます。まあ、もし、あなたが、ぎっくり腰を今までしてしまって、ちょっと今後ならないように何か予防したいなっていうふうに考えているのであれば、もし、参考になったら嬉しいです。では、ここまでご視聴ありがとうございました。パパコでした。